皆さんこんにちは、30歳でファイシャ投資家です。今日26日日曜日の仮想通貨のニュースを伝えていきたいと思うんですが、その前にですね、ツイートしたんですが、チャンネル開設2ヶ月で登録者5000名達成しましたということで、皆さん本当にありがとうございます。 YouTube のコミュニティの方でも、ポストして感謝しかないですね。これを開設したのがですね、10月末だったんですよね。で本当に2ヶ月で達成して、次の目標は1万人、5万人、10万人です。10万人いくとシルバーのプレートもらえるらしいので、頑張りたいなと。来年2022年で、10万人達成したらなと、本当に目標にしていきたいなと思います。それと同時に、5万人、そうですね、5万人ぐらいいくと、ようやく私も安泰な感じになってくるので、安泰というのはつまり、安定して視聴者さんが戻って見てくれると。で、その頃に、ですね、私のその、キャリアなりとか、パーソナルストーリーというか、そういう、どういう感じで仕事とか、ファイア達成したかとか、パーソナルなところも踏み込んでいきたいなと。それまでは、1万人とか3万人の時は、しっかりですね、情報を伝えると、有益な情報を伝えるところに徹していきたいなと思いますけれども、まあ、時々ですね、雑談も増やしていきたいなとは思います。皆さんとね、雑談したり、筋トレの話をコメントでしたりとか、もろもろ楽しいので、まあ、それも続けていきたいなと思うんですが、まあですね、クリスマス終わってですね、全くプライスが動いてないんですよね。なので、まあ今ちょっと落ちてきてるような感じはするんですよね。で、そこからちょっと反発しますけども、まあ短い、レンジの中で動いてる状態。で、いつが、まあブレイクアウトの瞬間なのかというと、まあ5万3000ドルぐらいですね。5万3000ドルのところにでっかいレジスタンスみたいなのがあるわけですよ、これですね。なので5万3000を抜けるまでは、ブレイクアウトとはなかなか言えないというか、まあブレイクアウトというのは、つまりブリッシュですね。ブルのトレンドが始まったとはなかなか言えないので、それ待ちですね。なので、まあ来年でしょうね、確実に。まあもしくは、テスラの株とかのように1日でガツンと上げるってことは余裕でありますから、まあ2週間全く動かない後に、まあ1日で普通に上げちゃうってことは当然あるので、まあそれは仮想通貨ですから、まあ今年の末までにですね、一気にガツンって、まあ2つぐらいのロウソクで、まあ8時間ぐらいガツンと上げることは可能ですから、まあそれもなくはない状態ですよね。まあただ今の状態と下のプレッシャーもある中なので、どっちに行くかっていうのがですね、まあ難しいかなというふうに思います。でツイートですけども、これはですね、言った通り、This is why I keep talking about 53K. Reclaim support resistance 3 for 53 will be a bullish from a HTF perspective and also gives clear invalidation ということで、まあ、5万3000ドルですね。そこまでいけば、まあ、おそらく、ブリッシュのトレンドが見えていくのではないかと。で、これですけども、まあ、皆さんですね、今年も終わったのかと思うと思うんですが、こうやって過去3年のクリスマスのプライスを見てみると、2019年が本当に7000ドルだったんですね。2019年、私はビットコインのことなんか気にしなかったわけですよ。もう消えたもんだと思ったというか、まあ、存在すら、ね、気にしなかったというか、まあ、投資をしようとも思わなかったですから、でそれが2020年、2万4000ドルだったんですね。それも覚えてないです。まあ、なぜかというと、まあ、2020年ですね、終わり、まあ、生きてましたよ。まあ、去年ですから。まあ、ただ、ビットコインとかね、気にしてたかというと気にしなかったんですよ。そういうことなんですよ。つまり、いかに人間が、その盲目というか、ブラインドに、生きてるかということですね。意識してないものに対して、いかに何も気にせずに生きて、毎日を生きてるかということなんですよ。で、それが一般人にもいるわけですね。まだ仮想通貨に入っていけない人たちは、何それみたいなね。まあ、聞いたことあるけど、まあ、その、投資をするまでって結構な決断じゃないですか。なので、そこまで行くまで、まだまだ、昨日の動画で話したように、まだ1ビリオンユーザーの3分の1とか半分ぐらいですから、まだまだ入ってきますから、まあ、これまだまだ早いわけですよね。なので、2022年のクリスマス、ね、どのくらいのプライスを記録してるのか、もしかしたら9万ドルぐらいかもしれませんけども、まあ、それでもね、もし8万ドルだとしても、1.5 倍じゃないですか。まあ、それはそれで、まあ、十分かなと思いますよね。なので、まあ、その感じ長期的に見ていきましょうということですね。で、他の、まあ、テクニカルアナリスに関しては特になしですね。本当に動いてない状態ですね。イフィリアム。これがソラナですね。で、これがポーカドット。で、昨日のところで話した、マーティック。ポーカドットじゃなくて、ポリゴンですね。ポリゴンこの辺ですけれども、まあ、あんまりですね、急でもないので、まあ、このままいきなりズドーンっていうのがまだ走らないわけですね。爆上げ発動しないので、まあ、来てしまう可能性ありますよね、ビットコインと同時に。もしくは来年とか。なので、その前に買っておくのは良きことでしょう。で、こんな感じですね。サンダーボックスも、ちょっと、綺麗にブレイクアウトしちゃったわけですよ。なので、私この辺で買ってましたけども、まあ、皆さん、買いましたかこの辺で。まあ、この辺がね、綺麗なボトム、サポートライン、タッチしてますよね。で、ここのトライアングルが綺麗にトライアングルということで、まあ、このメタバース系はビットコイン系とちょっと違うアセットクラスなので、まあ、仮想通貨の中にも入りますけども、その中でもちょっと違う動きをするので、ある程度のヘッジになるかなということで、いいなと思います。ビットコインは違う動きをしてくれているので、ヘッジかなと思います。で、ニュースを見ていきたいと思うんですけれども、これです。Child Prodigy with 162 IQ wants cryptocurrency for Christmas and gets it ということで、IQ162 ですね、天才ですよね。が、つまり、クリスマスに仮想通貨をゲットしたと、メンサ IQ テスト、ビクマメンバーはハイ IQ ソサイティ、メンサですね。ありますよね。で、まあ、12歳。
それでゲットしたらしいんですけれども、He's been watching the markets, he's been getting an envelope with money in it for Christmas, which he'll turn into cryptocurrency ということで、おそらくキャッシュが届いて、それをクリプトカレンシーに交換するんじゃないかなというふうに思われますね。で、これがですね、ブラジル人の人の話らしいんですけれども、ブラジルのファーザー、この人はエクシェンジをオンしてたらしいんですね。The father, Joao Canhada, who is also founder of Brazilian crypto exchange Foxbit, だこの人がエクシェンジをオンしている CEO が、gifted his newborn daughter one Bitcoin back in 2017 when it was priced at roughly $915. ということで、2017年、ビットコインがまだ10万円の時に、新しく生まれた娘さんに1ビットコインですよ。今、1ビットコインいくらかわかります？ワンビットコイン、4万9000、5万ドルですよ。およそ600万円ですよ。10万円が600万円に化けたわけですよ。半端ないですよ。まあ、それ、だから、ありえないですね。6500% の、リターンと。だ本当、これ、こういうのがありえるわけですね。確か、イーロン・マスクも、まあ、そうだし、あと、ビリオネアの人も、マーク・クバーンとかもね、子供に遊びで、投資とかクリプトカレンスに触れさせるために、ドージコインとか、柴犬をですね、ギフトしてて、で、しかもそれがバズる、でもバズんなくてもどっちでもいいじゃないですか。子供に触らせるぐらいだから。で、それが実際にバズる前、爆上げ前だったんで、柴犬とかドージがめっちゃ上がってとかで、超リターンいいじゃんとかっていうふうに、いいなと思ったのを覚えてます。だから、早めに入っておけば、まあ、この爆上げ、の波に乗れるという、これすごいですよね。2017年。で、彼曰く、As soon as my daughter was born in 2017, I bought one Bitcoin for her, not just as a gift, but as a way of investing in the new economy. で、彼曰くですね、2017年が最後のチャンスだと思って買ったらしいです。このビットコインが10万円切るのは最後だと思ったらしいんですよね。だからそういうふうに思ってたっていう。そうですよね。それはそうだわ。そういえば2017年ってあれですよね。5000ドルぐらいか3000ドルぐらいにクラッシュした時ですよね。2017年私カナダいましたけど働いてたんですけれども、その時確かその冬ですよね、クラッシュしたの覚えてるんですよね。だからね、投資するべきじゃないんだなっていうふうに自分に言い聞かせて、しかもそれが納得してたんですよ。まあ、なぜかというとその頃はですね、まだまだ投機的だったわけですね。でしかもウォーレン・バフェットとかも言ってたように、結局実体のないものだと思ってたわけですよ、私も。でレイダリオとかもそうで、だから何もしない買ったんですけども、その2017年これ出てこないですよ2019年で終わりですよ。そういうことで、だから10万円まで下がったんですね。すごいですね。確か5万ドルとか、5000ドルとか7000ドル行き来してた覚えがありました、その時。すごいですね。でこれは Just 1.3 million Bitcoin left circulating on crypto exchange ということで、6.3% of total Bitcoin supplies left on exchange wallets according to the new analyst in CryptoBank ということで、残りですね、今10% しかないわけですね、ビットコインが全世界 で 10% のうち、その 10% のうちの全部 の中の本当に 6% がしか今エクスチェンジ上にないということ、これですよね。これが全部残っているのが18ミリオンなので、1800万ビットコインを買えると、残り 10% です、相対的に見ると。でその中の本当に 6% しかエクスチェンジ上にないわけですよ。それが 1.3 ミリオンなので、これですね、130万ビットコインですね。でそれの内訳がエクスチェンジごとで、例えばコインベース、バイナンス、ビットフィネックス、OKX、ビットフライヤー、ビットレトレックス、アザーみたいな感じで、本当に少ないと、オンエクシェンジで。だから、それですね、売りたい人がいなかったら、値段は高騰するんじゃないかなっていう感じになりますよね。はい。なので、これがですね、1ビリオンユーザー達成する前ですからね、1ビリオン行く前に、すでにもう 10% しかないと。なので、1ビリオン、2ビリオンユーザー達成した場合には、本当に超高騰ではないのかなと感じます。これはですね、イーロン・マスク thinks Neuralink is better than the Metaverse in the long term ということで、イーロン・マスク3つの CEO ですよね。SpaceX、テスラ、あと Neuralink。Neuralink はですね、私もわからないんですよ。これ、あれですよね、ニューロサイエンスですよね。脳の科学で、しかもなんかエレクトリックシグナルみたいなを使って、何を考えてるかとか、言葉を発するとかっていうのも、考えてるシグナルを察知して、それをテキストに変換するとか、つまりフィジカルキーパビリティ、フィジカルディサビリティがある人、ですよね。でその人でも、これ書いてあるのに、Will enable the somebody with a paralysis というか、麻痺している人でもスマートフォンを使って頭の中を読めるようになるとか言って、ちょっとわけ不明ですよね。確実に大学院、マスター、PhD レベルのニューロサイエンスとコンピューターサイエンスと、あとは、フィジクスも入ってくるでしょうね。で、バーチャルリアリティを作るみたいな。もうだからこういう天才は、ジニアスは世界必要ですよね。本当に。はい。で、それをね、たくさん洗えよ、このバカ野郎って言ってたかの。一昨日ぐらいに話した、エリザベス・ウォーレン、ツイッターで、イーロン・マスクをブリーしようとした彼女ですね。彼女はいなくなっても別にね、人類困らないわけですよ。彼女なんてね、
人様の税金を使ってまあ働いてるわけで、衆議院議員的な感じでね、別に何もね、ものづくりしてるとか、発明してたとかするわけじゃなくて、それと違って、まあ、イーロン・マスクなわけですよ。我がイーロン・マスク。ね、マリワナちゃんと吸ってますよ、彼も。面白半分に。で、その日本人はね、受け入れられないかもしれないけれども、それがアメリカですよっていうのを、昨日の動画で話したと思うんですね。だから、好きか嫌いかは、世界は気にしないんですよ。あなたの考えはどうでもいいんですよ、世界は。ね。そう。だから、日本人のそういうね、決まった固定観念だけで人を見ると、ダメじゃないですかっていう投げかけにもなると。だって彼だってマリオナルってするだろうし、彼だって何かね、完璧じゃないことをするわけですから、例えばコービットに関しての考え方とかね。じゃあそれを日本人の、ふるいでね、じゃあ彼はこうだからダメだっていうふうに言っちゃったら、でもスペース X とかテスラとかニューラリンク、そういうところにね、他の人ができないようなことをやってるこの彼ね、唯一無二の存在の彼、それをね、たかが、ね、たかが、ちょっとした考えのフィルターで全部ね、ふるいにかけちゃっていいのかっていうところの継承のちょっとね、昨日の動画で話したと思うんで、そういうことなんですよね。はい。まあ、なので、人に寛容になりましょうということですね。だ仮に、例えばですよ、まあ、シナリオとして私がですね、まあ、仮にですよ、はい、仮に、まあ、お酒好きは、まあ、お酒は世界中で、まあ、ユニバーサルにもう受けられてますけれども、そうじゃなくて、例えば、彼みたいにマリワナが好きだとかで言ったら、そういう人はやばくないっていう日本人となるわけですよね。はい。まあ、私すいませんけど、そもそもね。まあ、ただ、その他にもいろいろあるじゃないですか、C 社とか、あとは、まあ、だから、つまり新しいことですよね。タトゥーだってそうですよね。うん、私タトゥー入れてますけども、まあ、だからどうなんだって話じゃん、結局。日本に帰国した時に、ジムのね、手紙じゃなくて、張り紙で、反社会勢力とみなされるっていうふうに書いてあって、入れ墨されているような、反社会勢力とみなされるような方は禁止してますみたいな。じゃあ、俺は反社会勢力の人なのかって、いや、そうじゃないだろうと。で、それと一緒なんですよ。まあ、それとね、話を続けると、ピアシング、ね、してたり、すると、日本だと、何チャラついてんだみたいになるじゃないですか。で、これ、本当に嫌なんですよ。本当に嫌。例えば、高校の時に頭髪チェックありましたよね。私の高校なんてのは、耳に髪がついたらダメみたいな。で、それがなんか高校生らしい、ね、はつらつとした爽やかさではないみたいなさ。爽やかさっていうのをそういうふうに定義してるっていうのも固定観念じゃないと。そういうふうになってくるわけですよ。そういうふうに日本人は考えないですよね。日本人はそれをアブソルート、絶対的と捉えるから、それに対してクエスチョンもしないわけですよね。プロ野球のね、中日ドラゴンズの新監督が、髪は黒、髪を染めると、なんか色づいてるから、ダメだ、集中できないだろう、というふうに。それもそういう、だからそういう偏見しちゃいけないわけですよ。人間に対して、そもそも。ヒゲもダメだと。まあ、ヒゲに関しても、それはニューヨークヤンキースもあるんですよね。紳士であるべきだから、ヒゲ禁止みたいな。それは巨人もある。うん。で、髪染めちゃいけない。ヒゲ伸ばしちゃいけない。で髪型短くしろ。うん。で、それイコール真面目だっていうふうに。ね、じゃあ、イーロン・マスクなんか、そんな、ね、高校行ったら対応できるはずないじゃないですか。ね、茶髪とか地毛だったらそれを黒髪にしないといけないのかとか、ね、ピアスリングしてるから何なのか、だそれで人をジャッジメントしてる、本当に浅い、うん、古いというか、で、私なんて反社会勢力に見なされると、とんでもないですよね。で、そういうところなわけですよ。そういうのがたくさん皆さんが気づかない、無意識のところにあるわけですね。ほとんどの人は気づかないんですよ。なぜかというと、外を見てないから、外と比べられない、内側に入ってる胃の中の蛙の人は気づかないと。で、そういう人が、じゃあ、ね、イーロン・マスクをね、ファンにしてるけれども、じゃあ実際あなたがやってることっていうのは、じゃない、外国人枠だから、彼はね、枠から外れるっていう、そういう人種差別ですかということなんです。そうじゃないでしょうということなんですね。日本人でもそういうふうにね、簡単に見られるべき。村八部とかやってる場合じゃなくて。まあ、そういうことを私は言いたかったわけですね。だからこれは日本人の誰にでも、適用する話です。ね、だから、本当に頭が古くて硬くて、ね、髪は短髪で色づくな。じゃあ、高級会社乗ってるプロ野球の人は、あれは色づきじゃないのかっていう反発だって私は思うわけですよ、当然。だから本当にそういうね、野球は坊主、高校野球坊主にしないといけない強制だとか、それで野球の人気も落ちてみたいなね。だ本当にアホだなとしか本当に私は思えない。正直本当にアホだなと。本当に面白くないと。で、特に中日というのは本当に面白くない球だなと個人的に思うわけですよ。昔からずっと。ね、監督が怖い顔して、ね、喜怒哀楽もしない。で、面白い野球もしなくて、小さいスモールベースボールだけをやってて、結局面白くないわけですね、見てて。はい。まあ、メジャーリーグとか見てたらもっと面白いですけどね。まあ、その分、勝ちにこだわってる方でそういうわけでもないけれども、まあ、もう少しダイナミックに見れるわけですね、個性がはっきり出て。中日の野球は本当に個性を潰すような、すべてを犠牲にしてまで、みたいな感じであるので、まあ、小さくなってるなーっていうのも思うし、なんで筋トレしないんだろうなーっていうのは本当に思うんですね。まあ、大谷翔平選手ですね。大谷翔平選手、ちょっと脱線しますけど、まあ、彼はすごかったですね。MVP 取ってしまいましたし、まあ、私はあれやっぱりですね、不幸中の幸いだと本当に思いますよね。バネ、昔、一昨日ぐらい話したバネですよね、レバレッジ。下に落ちてから上がってくる、そういう苦難がないと強くなれないと一緒で、彼、怪我して29年ですよね。特に18年、19年とか結構、
退いたじゃないですか、シーズンから。でその時にリハビリしながら筋トレして、以前よりも強くなって帰ってきたわけですね、足とか。あれ彼がデッドリフト、あれ400パウンドとかやってるのをインスタに載ってたんですよ。400パウンドって200キロぐらいですよ。すごいですよ、200キロ。あのジムのトレーニングを毎日してる人じゃなくてできるって、まあ、彼も身長もでかいですし、体重も100キロぐらいだから、まあ、相対的には200キロいけなくはないですけども、やっぱり筋トレしたからあれだけ打てるようになったというのは当然あるし、まあ、だから不幸中の幸いだなというのも思うし、やっぱりバネがあってから伸びるというのもそうで、まあまあまあそういうことですよね。だから筋トレの話もそうですけども、ちょっとずれましたけども、本当に頭が固い人が未だに日本のメディアでそうやってこう話して、それが若い人にね、悪い影響をするのが本当に嫌だなと私は思います。まあ、特にイノベーションが好きな私なので、世界で前を、将来を見てる側として、本当に3、40年前の、40年以上もありですね、PL 学園の、ああいう話っていうのは。で、それを未だに持ってくるっていう、本当に考えられないというか、やめてほしいというか、面白くないというか、本当に嫌な感じですね。はい。まあ、ちょっとそこで、ちょっと話脱線しましたけども、まあ、それはですね、私の雑談と、まあ、イノベーションに関わることですね。で、これですね、Bitcoin Santa Rally poses at 51K as fund bet on sub 60K Bitcoin price for January 2022ということで、まあ、あるファンドは、6万ドル以下を見てるので、まあ、だからこの辺、5万1000ドルまでしか上がってないと、つまり、あんまり上がらないような、そういうような予想がされているようです。まあ、これはですね、まあ、わからないですね、本当に。なので、まあ、そういうこともあるでしょうというぐらいしか言えないですよね。はい、ということでですね、今日はこの辺でニュースを終わりにしたいと思います。今現在登録者が5040名ということで、次の目標で1万人向けて頑張っていきたいと思います。ぜひですね、引き続き、ライク、サブスク、コメントなど応援をよろしくお願いします。